はいどうも僕です。さあということで今回もドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーガチャ縛り続きやっていきましょう。ということで今回は前回に引き続き宇宙一決定戦ということで、今回がおそらくラストになるんじゃないかな。ガチャ縛りでダークドレムと戦っていきたいと思います。まあ、前回ね通常状態のダークドレムは倒したので、そこは今回カットして新ダークドレムとの決戦をやっていきたいと思います。で、10連を引くわけなんですけれども、いやー何が来るかな。正直新ダークドレアムのレベルまでなってくると何が来てもどうしようもないというか、打撃耐性以外にもうないのね相手。ドレアム打撃耐性があるというところ以外で弱点もなければ耐性もないんで、もうやることが特にないんだけど、まあ、とりあえず引いてみて考えていきたいと思います。ちなみに今回おしゃれ着で翼、なんか変な天使みたいな翼つけてると思うんですけど、これが賢者だと回避率 10% くらいかなアップするらしいんで、まあ、賢者でなるべくは行きたいかなって思ってるんだけど、さあまずはデュラハーン。デュラハーンはどうなん、わからんな。デュラハーン?デュラハーンなんてほとんど使ったことないから、もう何と相性がいいのかすらわかんないけど、まあ、賢者あたりなのか、まあ、バトマスに見えなくもないからわかんないわ。じゃあ続いて2連目やっていきましょう。さ、プリズニャンか、プリズニャンは確かバトマスだっけ。プリズニャンは確かバトマスなんで、賢者で使うんだったらちょっと使いにくいかな。じゃあ続いて3連目。あれだな、あと翼つける前提で行くんだったら、SP カードが欲しいな。SP カードゲットできなかったら、まあ、最終奥義使わざるを得ないなみたいなこと思ってたんで、頼む !SP 来い!メタルライダー。いや、メタルライダーどうだろう。悪くはないか。メタルライダーもね、その回避率が高いんで、まあ、回避率の高さだけでも挑むみたいなこともできなくはないんだけど、まあでもベッタルライダー賢者との相性も良くないんで、まあ使わないかな。じゃあ続いて4連目。おお来た来た来た、最終決戦でギガソード来るのマジでかすぎる。よし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 、いやー持ってるわー。ここでギガソード持ってねえゲットできるのめちゃめちゃついてる。いや今まで本当にさ全然いい SP カードが来てくんなくてもう絶望的で、ね、稲妻雷光山とか来ても結局追撃できないから意味ないじゃんとかなってたけど、ラストに来てくれんのマジ心強すぎる。じゃあ続いて5連目かな、やっていきましょう。さ、ストーンマン、微妙だな。バトマスかなこれも。結局賢者でやりたいんで、まあちょっとまだ今バトマス系が多いんで、賢者で使えそうなアークデモあたりが来てほしいけど、お、いいね、ベビーサタンは嬉しいよ。ベビーサ、まあでもベビーサタンさ物理なんだよね。打撃なのかはわかんないけど、その魔法と見せかけて魔法の打撃なのかな、あれはちょっとよくわかんないんだけど、ベビーサタンの効果が。ただフォークでイオナズン使うけど MP 足りなくて串刺しにするみたいな感じで、一応賢さ依存みたいな感じだったはずなんで、まあ、そこら辺ちょっと難しいんだけど、打撃耐性だったらちょっと使いにくいかな。じゃあ続いて6連目かな、やっていきましょう。さあサイレス、サイレスもな同じでさ毎回言ってる。待って、毎回言ってない？もうなんかここ5パートくらい毎回言ってるけど、魔法トーンを持ってる方は来ないでくださいって毎回看板に書いてんのにさ、あ、受け付けてませんよって言ってんのに毎回来るんだけど、おい、ちょっと嫌がらせですかそれ。魔法トーン持ってるやつ無理やり押しかけてくるって、もう何度言ったら分かってくれるんじゃ。じゃあ続いて8連目かな、やっていきましょう。さ、ボストロール、いやーボストロールもね、ボストロール強いんだけど打撃なんで、まあでも一応そうだな、打撃だけど会心出たら打撃とかクソもないんで、まあ使えなくはないか、使えなくはないけど賢者で使うんだったら結局微妙なんで、いやー頼む、賢者で使えそうなやつ来てくれ、頼む、本当にお願いお願いお願い。ストーンマンじゃない、動く石像ね、動く石像もバトマスなんだよ。やばい、今回全然来てくれない。バトマスで行けってこと？神からの、なんかそういうお告げですかこれは。全然来ないんだけど、魔法系が。ベビーサタンのサイレスだけだけど、こいつらも結局、賢者としては使いにくい奴らばっかりだから、おい、これ10連目かもしかして。おい、終わっちゃうよ、このままじゃ。頼む！ちょっと待って。ここに来て SP2 来ることある。ちょっと待ってくれよ。魔人の金槌、
ありだな、魔人の金槌。はいはいはい、ちょっとこれうわなんか頑張ればいけそうじゃない。この単体攻撃ばっかり覚えてるやつがもしいれば、そいつに魔人の金槌使えば結構強いと思うから、うわどうだろう、いるかな魔人の金槌うまく使えるやつ。うわでもボストロール動く石像とかも単体と全体って相場決まってるし、プリズナー魔法使うし、メタルダイダーもそうだし、だから使うタイミングがなさそうだけど、まあとりあえずこうなりました。まあ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 、そのね、職業によってはこの羽以外にもできるんで、まあそうだな、一旦考えてから、まあおしゃれ着とかも編成しようと思うんですが、とりあえず今回入手できたカードはデュラハーン、プリズニャン、メタルライダー、ギガソード、ストーンマン、ベビーサタン、サイレス、ボストロール、動く石像、魔人の金槌の10種類ということで、いやー、悩むね。まあ、安定でいくんだったらギガソードで、魔人の金槌をわざわざ使う必要性はないかもしれないけど、場合によってはまあ魔人もありかなって感じかな。ちょっと本当は賢者で行きたかったんだけど、バトマスになる可能性もありそうかな。じゃあ早速編成やっていきましょう。よし、じゃあメンバーはこれで行こうかな。動く石像とベビーサタンということで、まあ、賢者パーティーにしたんだけど、まあやっぱりね、さっきも言ったけど、おしゃれ着のね、10% 回避がめちゃめちゃにでかいんで、まあ、そこは何としても使いたいなと思った結果、まあ、賢者は使うことにしました。で、動く石像とベビースタターン両方とも賢者とシナジーがあったので採用と。で、他にもね、意外と賢者と相性いいやつがいて、見た目じゃ全然わかんなかったんだけど、デュラハンとサイレスが賢者と相性が良かったのね。で、まあ、この子たちもありかなって思ったんだけど、まずデュラハンに関しては、賢者になると、バイキルトを覚えてしまうと、これ使っちゃうとちょっとね、めんどくさいし、あと、ダークドレマは打撃に耐性があるって話を前したと思うんだけど、デュラハーンはもう一つの技も打撃系なんで、まあ、使うのはちょっと微妙かなと。まあ、賢者のシナジーとしては嬉しいんだけど、まあ、打撃とかもちょっと微妙だったんで、不採用とさせていただきました。で、もう一体のサイレスに関しては、まあ、そもそも魔法トーン使ってる時点で論外な上に、もう片方も打撃だったんで、そう、せめて魔法使ってくれたらまだ可能性あったんだけど、そこもなかったんで、まあ不採用かなとなった結果、消去法でこの二人になりました。ベビーサタンは一応ね、物理かなって最初思ったんだよ。フォークで串刺しにするイオナズンとか。ただ打撃はなかったんで、まあおそらく物理攻撃だけど、打撃属性は入ってないっていう一番理想的なやつなのかなと。で、動く石像は耐久力があるんで、まあかなりあれから前回のドラゴンとかそういう枠になっております。で、武器に関してはパスインスター出てくる魔導士の杖で、 SP カードは魔人とギガソードなんだけど、まあ、魔人使うことはまあないだろうということになったんで、まあ、ギガソードにしました。で、とどめに関してもどっちの方が強いのかなって確認したんだけど、じゃ、ギガソードが結構強いっぽいんで、これは結構期待してもいいんじゃないかな。まあ、前回の例えば稲妻大鉱山とか使うキーファに関してはそんなに強くなくて全然ダメージが出なかったんだよね。3300すらいかなかったんで、そこが弱かったんだけど、今回は、まあ、そこがギガソードのおかげで、ある程度100くらい増えてくんのかな？ちょっとわかんないけど、まあ、かなりダメージには期待できるんじゃないかなということで、結構、まあ、メンバー的にはいい感じになってるんじゃないでしょうか。まあ、ただね、そうは言っても身の守りがそんなに高いわけではないベビーサタンと、賢さが圧倒的に低い動く石像っていうところ考えると、ちょっと、そうだね、相手の技によってはボコボコにされてしまう恐れはあるけど、まあ、動く石像とベビーサタンで長所と短所を補い合ってくれてるんで、まあ、そういう点でもまあ悪くはないメンバーなのかなと。ベビーサタンが賢さを補って、動く石像が身の守りを補ってくれてるんで、まあ、多少は大丈夫だと思うんだけどね。さあ、そしてね、ここがまためんどくさいのがドレアムさん。前回倒したんだけど、また、シンからなの？いいの？なんびっくりした。あ、そうなんだ。通常状態がスタートなのかなって思ってたんだけど、いいんすか？今セーブしてますみたいなやつなかったのにいいんすか？今まで現在セーブしていますので、電源切らないでくださいみたいなやつが出てきて、あ、セーブしてるんだなって分かったんだけど、
いいの？新からでいいの？あ、じゃあもうちょっと、やらせてもらいますわ。そう、通常状態からやらなきゃいけないから面倒なんだよね、みたいな話をしようと思っていたんだけど。え？じゃあ、行っちゃおっか。え、これもうワンパンでクリアしちゃう可能性だってあるよ。ドレアムさん、そんな舐め腐った態度してるけどさ、僕たちが本気を出したら勝ってしまう恐れがあるということを見せつけてやろうじゃないか。まあ一応魔導士の杖も魔法なんで打撃耐性とかは食らわないと思う。まあもちろんドレアムもね、その賢さが結構高いんで、まあ、ダメージが出るかと言われたらそんなに出ないし、なんだったら打撃の耐性持ってるとはいえ身の守りの方が低いんで、打撃を含まない身の守り依存、つまり、まあ、今回で言うイオナズン的な感じの技が一番強いと思うんで、案外そう考えると、ベビーサタンも結構、ドレアムのメタ的には強いのかなとも思ってるんだよね。まあ、動く石像に関してはそういうのがないんで、ちょっとあれなんだけど、じゃあ、どうしよっか。とりあえず動く石像、何で行く ?BAB とかで行くか。一旦 BAB で行こう。はい、BAB、いや。まあ、一応ベビーサタンも冷たい息ってやつを覚えてるんで、まあ、そっちでブレス系のダメージも与えることができると。まあ、どっちの方が強いのかは、一旦様子を見てって感じでいこうか。さあ、来たぞ！これで物理攻撃をするが、物理属性はない弱ー。弱かった思った以上に、そんなもんなの？じゃあ冷たい息にしようかな。あー、まあ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 、悪くない悪くない悪くない。で、魔人の頭突き。ここをね、ぜひとも避けていただきたい。素晴らしい。え、これ誰避けた？すごいすごいすごい。動く石像、お前避けられるポテンシャル持ってたんか。そんなでかい図体しときながら。お前、それは最高じゃん。245。まあ、打撃耐性を持ってるという点と、一回トリプレイでいこう。という点と、まあ、あとは、攻撃力の高さが中和されて、まあ、そこそこのダメージになったと。魔人の方向、これも避けてくれた。でかいんだけどな。どうだ？はい。いや、さすがに避けらんないか。動ける？大丈夫？あー、でもこれテンションが先に来たってことは大丈夫かな。さすがに。よしよしよし。まあ、動けなくなるよりはマシでしょう。で、次のターン、しっかりと、つばずり矢を使うことによって、はぁ、まあ、そこはちょっと、頑張って欲しかった。いやー、ここね、HP が結構シビアなんで、一発外すだけでも結構でかいと思うんだよな、247。まあまあまあ、一旦な。で、倒れかかる。これがどっちの方が強いかによって、A と B どっちにするか決めていこう。さあ。あー、どっちもどっちだな。いや、これ難しい。一旦つばずいこう。まあ、テンション上がった分はここで消費できるんで、いいとするんだけど、ただ、確かさ、ちょっと待って、一回振るわ。はい。はい。お、素晴らしい。ちょっとつばぜりやってから話したいこと話すね。よし、勝てた。さすがにあそこまで勇気ゲージ引っ張ることできたら大丈夫でしょう。でね、相手が凍結カードを使うターンが2ターン目と4ターン目で、2ターン目は失敗しちゃったんで、そこが痛いんだよね。まあ、4ターン目にやってくれれば、HP でも余裕あるし、まあ、勇気が足りなくなることもおそらくないでしょう。てかやばい、冷たい息のダメージ見てなかった。話してたら。まあでもいっか。BAA かな？で、あ、ギガソード使うの忘れてたけど。いや、このタイで使うんだったら別にいいか。次、え、待って、大丈夫。ちょっと待って、ギガソード使うの忘れてた。待てよ。大丈夫だよな。このターンいてつく使われて、あ、結構勇気溜まってんな。あれ？え、なんか思って、まあまあまあでいいか。待てよ。え、これどうすべき？ちょっと待って。一回溜めない。ちょっと待って。あ、お前そこでいてつく使うんかい。あ、使うなら溜めてよかった。待てよ。ちょっと待って、今考えてんのが、これまだ HP 足りないでしょ？これ溜めなくていいんじゃないか。そうだよな。これ溜めない。で、次、ギガソード使う。勇気貯める。残り HP、まだ2000あるから、さすがに知らないでしょ？だから、ここでギガソードまず使います。はい。あ、これ、天才だ。お前、これ天才で、お前。今、よく勇気貯めなかった。で、ギガソード使う。500。で、残りの HP をこっから削る。で、この間に勇気はもう全部溜まると思うんで、あとだからもう500、600ダメージ与えることさえできれば、これ可能性あるぞ。
はいはいはい、3777、すごい縁起が良さそうな感じになってる。未来、あ、よかった、しかも、そうだ、危な、これ、魔力上昇使いかけてた。あ、じゃああれだな、4ターン目に、あれだ、ギガソード使うべきだったな、そう考えると。ちょっと危なかったけど。で、これちゃんと当たれよ。頼む、頼む。よし、来た。で、勇気溜まってる。凍てつくもう使わない。なんだ？ダブルギガソード。ああ、もういくらでも来なさい。2000ダメージも与えることができるかな、クソザコくんがよ。さあ、残り1400。君にそんなダメージを与えられるかな、ダーフドレーム兄さんよ。すべて回避してみせる。これが賢者の翼の力。そして、ここ、お、おた？あれ？ドレアさん？ドレアムさん？ドレアムさん？すいません。ドレアムさん？ドレアムさん？もしかしてだけど、ちょっと勘違いだと申し訳ないんですけどね。全然。あれ？一発クリア？一発クリア？来たぞ！なんか今がすごいこと来た！すごいことやろうとしてる！うわぁ！いけいけいけ！みんな、ゴレ押せ！ゴレ押せ！みんなの力で！はい！これもそう、稲妻雷光山的なね、魔人の金槌だったら多分足りないと思うんだよ。3285。でも、今回は、超高火力ミナディン使ってるんで、いけるんじゃないのっていうお話。はい、余裕3340。終わっちゃったよ、終わっちゃったよ。ちょっと、え、いいんすか。え、これしかも、めっちゃでかいのが、まあ、回避をめっちゃしてくれたおかげで、生き残れたわけよね。これに関しては、最初の、いろいろ、ごちゃつきで、4回確かミスがあったんだよね。動く石像込みで。そこがめっちゃ強かったんだけど、ただ、これ忘れないでほしいのは、おしゃれ着のおかげで勝っていたまだちょっと、ん？ってなっちゃうけど、動く石像が自主的に避けてくれたんで、仮に、主人公が3回避けてなくても、多分生き残ったんだよね、これ。おそらくだけど、ギガソードの威力がだいたい200ちょいでしょ？で、最初の攻撃も300くらいなんで、ギリギリ耐えられた可能性あるよね。動く石像の自主的な避けのおかげで。あの天使の羽、もちろんまあ羽込みで賢者使うって決めたんで、まあ全然これありだよね、みんな。みんな誰も黙って前回のパートで言ってなかったから。これでみんなが、あれ使うなって言ってたら、まあ確かにちょっとあれかなってなるけど、まあみんな 10% のやつ使っちゃダメとかも言ってなかったんで、まあ合法ですよね、これは。おしゃれ着は。ってなると、完全勝利ってこと？完全勝利！勝負あり！よし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 。終わっちゃったね、ダークドレアムくん。一番弱い。君が一番弱かったよ、ダークドレアム。まあ、ちょっと装備品に恵まれた感じはしたけど。ついに、王者ユーシさんが、魔人、ダークドレアムを撃破。まさか、この私が、破れるとは。これが王者ユーシスの力、勇気の力なのだ。人間にも見どころのあるものがいるのだな、ユーシスよ。お前を宇宙一の王者と認めよう。誰目線なんだおめえ。勝手に挑みやがって、どの立場で宇宙一の王者と認めようとか言ってんの。宇宙の人たちはそんなこと認めてないからな。他の星の人たちもいっぱいいるでしょ。何勝手にお前が宇宙一の権限名乗ってんだよ。お前を宇宙一と認めようじゃねえよ。宇宙は広いんだぞ。なんと、魔人ダークドレアムが、ユーシスさんを宇宙一と認めました。ドレアムが勝手にね。他の人たちは認めてないと思うけど、宇宙中の人たちは。名実ともに、宇宙王者の名にふさわしい、ここに、宇宙王者、ユーシスの誕生だ。ありがとうございます。あ、こんなの律儀に作ってたんですね、ドレアムさん。僕らがちょっと頑張ってる間に、せっこせこと宇宙一決定戦優勝カードを作っていたんですね。可愛いとこあんじゃん、ドレアムさん。自分を使ってくださいと自己主張が激しすぎる。ドレアムさん？私は、破壊と殺戮の神ダークドレアム。何者も私を滅ぼすことはできん。私ともう一度戦いたいときは、再びここを訪れるがいい。サラダバー、王者ユーシスよ。サラダバーです。
いやー、すごかったですよ、勇士さん。私、感動して涙が、うわー。ありがとう、勇士。勇のおかげで危機は去ったんだ。さあ、みんなが待つ、龍神町へ帰ろう。終わっちまった。こんなにあっけなく。ちょっとなんか申し訳ない、ドレアムさんに対して、申し訳なさが勝ってる。ああ、終わっちまった。天使の羽って、強えや。天使の羽って最強なんだなって気づかされました。ということで、真の裏ボス撃破することができたということで、ガチャ縛りの方は今回でとりあえず一区切りという形になりますかね。まあ一応そうだね、できることがあればやりたいけど、まあやれることとしたあれかな、あとはゲームセンター10連勝をガチャ縛りでやるという無謀な挑戦できなくはないんで、まあさすがにそこのレベルまで行くと、まあガチャ縛りと言っても、まあその負けちゃったらまあそれまでみたいな、そのもう単発的な感じ、まあ勝てても動画か負けても動画かみたいな感じになるとさすがに思うけど、まあそういうゲームセンター以外だったら基本できることはなくなっちゃったかな。他ないよね、できることって。まあ一応ね、連戦するみたいなこともまあできなくはないけど、灼熱の10連戦とかできなくはないけど、まあさすがにね、10連戦は厳しいですから、まあそこはまあ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 ね、ドレアムさんですら連戦したくないなって思っていたのに、そんなもん、あんな奴らとあと10連続で戦うなんて無理に決まってるから、さすがに。普通にガチャ縛りとかではなく、ガチパーティーで挑んでも勝てるかどうか、ちょっと運次第なところあるのに、さらにガチャで戦い始めたらもう何もできないから。まあ、そうね。一応、頑張るのであれば、おしゃれゲーほんと全開放。つまりは、例の最終奥義使って OK みたいな感じのルールにするんだったらできなくはないかもしれないけど、まあちょっとそこは考えさせてもらいますね。さすがにちょっと厳しいと思うんで。なんだったらつばぜり合い一回負けただけで、ね、やり直しでしょ？それ嫌なんだよな。つばぜり合いだから嫌なんだよな。そう、ガチャ縛りとか関係ない時もハーゴンで挑んだのは結局、つばぜり合いをなるべくやりたくないからっていう理由があったんで。ということで、じゃあ、なのでね、他ないよね、さすがに。ゲームセンター以外にできることって、連戦以外で。ないと思うんで、まあ、なかった場合は基本、今回で終わりという形になりますね。ありがとうございました。まあ、大魔王じゃなくて、魔王とかだったらまあできなくはないかもしんないけど、まあ、まあ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 、まあ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 、それまあ、なんかね、そういうこともあるかもしんないよ、みたいな、そういう感じで、はい。よろしくお願いします。えいす、えいす。ということで、動画次回はどんなもん？今まだ全然経ってないんじゃない？ま、18分しか撮ってないんだけど。まだ、あ、ガチャ引いたところの部分はカットしての、18分しかまだ撮ってないんですけど、ユーシス、帰ってきたな。お帰りなさい、ユーシス。モーリーさんから連絡があったぞ。お前本当によくやった。宇宙一になってきましたよ、息子が。息子が宇宙一になった感想はどうですか？全く無事だったからよかったものの、お母さん心配したわ。とにかく、夏休みも残りもう少し。バトルロードもいいけど、そろそろ宿題もしなきゃダメ。まだしてなかったの？お母さんの言う通り夏休みもあとわずかだぞ。夏休みの間の期間の話なんだ。濃厚だね。ワンピースみたい。え、まだこれしか時系列立ってなかったの？みたいな。もう、てっきり1、2年経過したのかと思ったら、これ1ヶ月の間の出来事だったんですか？みたいなワンピース状態になってますけど。今のうちにバトルもいっぱいやっとけよ。ありがとう、父さん。ということで、終わりましたかね。できることは全て終わったと思うので、とりあえずガチャ縛りストーリーモードは今回で終わりにしたいと思います。まあ、番外編でね、ゲームセンター10連勝企画をガチャ縛りでやるとかはあるかもしれないけれども、とりあえずストーリーモードは今回でおしまいなので、ここで終わりにしたいと思います。それでは今回はここまで。また別の、まあ、モンバト実況なり、別のゲームの実況でお会いいたしましょう。バイバイ。